キャノン EOS5DM2 キャノン EOS5DM2 は、キャノンが2008年11月29日に発表したデジタル一眼レフカメラ。上位機に e o s 1,、e、1 d s m II、EOS1DM3、下位機に EOS50D がある。2005年に発売された、同社製デジタル一眼レフカメラ、EOS5D の後継機にあたる機種で、 新開発の約2110万画素の 35mm フルサイズセンサーと、新型映像エンジンであるディジック4の搭載により、常用 ISO 感度6400の低ノイズ、フル HD 動画撮影を実現した。カメラグランプリ2009、対象受賞カメラである。本記事では、後継機のキャノン e o s 5 d m III についても、取り上げる。 キャノン EOS5DM32012 年3月22日に e o s 5 d m II の後継機として発売された。新開発の画像処理エンジン、リジック5の搭載により、常用感度が最高 ISO25600 まで引き上げられ、連射速度も6コマ、秒と高速化された。また、フラッグシップ機のキャノン EOS-1、DX 同等の 61.AF、 HDR 撮影機能が新たに搭載された。ありがとうございます。